お疲れ様です。お疲れ様です。東京支社はどうですか今？おかげさまでなんとか順調かなっていう感じですね。まあ、1年間経ったと思うんですけど、東京支社の移転したてってどんな状況だったんですか？もともと僕一人で行かせていただいて、半年ぐらいなんやかんやホテル暮らしをずっとしてましたね。東京拠点を作ってエリア開拓していくことによって、大阪本社だったら出会えなかったお客様だったり新しい仲間に出会っていくっていうのが大きな目的だったので、もうほんと手探り。最初はですね、インターンの3人と僕っていう、支社できて1ヶ月ぐらい経ったタイミングから始まり始めて、学生3人と僕っていう、その当時はまあいろいろありましたよね。インターンの子が辛い、何のためにやるかわからんみたいな、迷う時にはひたすらこうやなーやな、努力とこうやったねって話したり、これ言うとですけど、今もう入社1年目なんで頑張ってくれてますけど、2人で飲み行って言い合いの喧嘩になりましたね。いやガチで、意義とか意味がなかなかわからずに、めっちゃもがいてるインターン生たちの姿を見て、僕も一時的には感情的になる場面もあり、立ち上げ期の部活みたいな青春やなみたいな感じでしたね。なるほど。どういう喧嘩になるんですか？喧嘩っていうとちょっと大げさな言い方なんであれかもしれないですけど、ぶつけ合ったみたいな思いをね、お互いに対しての思いを吐き出した結果、兄弟みたいな感じになってたっていう。そこからどういう変化がありましたか？まず人数的な変化が、2023年の7月からは9名の体制でオフィスの移転っていうのが控えてると、5名ぐらい増えてるかなと。あとは初期にいた子たちの後輩だったりとか、みんながめちゃめちゃ成長してくれた。なんで最初は僕が文化の話とかバリューとか理念とかで話してたんですけど、フミヤとかね、ユウトとか新しいメンバーの続き、僕と一緒にやってくれてるフミオカめちゃくちゃ語ってくれるようになったので、僕がいないところで東京した文化みたいなのがちょっとずつ一人歩きしていってくれて、みんな楽しく仕事ができる環境に本当の意味でなっていってんちゃうかなっていうのを感じてますね。課題の話も一応しておくと、全然めちゃくちゃあって、0から10になったねっていうレベル感の話かなと。一緒に死者のことを自分ごとにして考えていけるかっていうのは、ここからもあるんやろうなっていうのは感じてますね。あとはオフィス移転するので、環境変化めちゃくちゃでかくあるんちゃうかなっていう。社オフィスだからこそのメリットとデメリットってありましたか？めちゃくちゃあって、シェアオフィスだったら周りのいろんな企業さんがいるので、むちゃくちゃコミュニケーションを取れる会社さんがたくさんできましたね。シェアオフィスだからっていう理由で商談も何件か入ったりとか、アポイント取ったりとか、周りの企業さんがうちの文化に馴染んでくれて、めっちゃ挨拶するようになってきてたりとか、メンバーのその多様性とか個性のつながったのかなとは思いますね。で、逆にデメリットで言うと、ある程度会が分かれたり、違う場所で打ち合わせしたりっていう距離感があるので、目が届きづらかった。メンバーからすると聞きたいことが聞けないとか、対面の時間は多分 50% ぐらいなんじゃないですかね。本社来てやっぱ思うんですけど、めちゃくちゃ顔見て話す、この文化はこれからかなっていう感じですよね。結果的にはめっちゃ良かったなと思ってて、最初から膝つき合わせてやるってなると、家庭にすごくフォーカスがいって、そこにこだわる姿勢みたいなのが今よりも育つの遅かったのかなともなんとなく思ったりするところがあるので、当時ってめちゃめちゃいい環境だと思ってます。なるほど。振り返ってみて、立ち上げる必要なポイントって何ですか？僕もまだ探り探りですけど、立ち上げで最も重要なのはビジョンでしたね。何のために支社があるのかっていうのを、僕が見失ってアドバイスすると驚くぐらいメンバーを見失うっていうのを体験しましたね。本社がやってるからやろうぜとかっていうのはあんま通じなくて、何のためにじゃあ自分たちがこの拠点でやってて、だからこれがいるよねっていうのをどれだけ伝えれるかがすごく大事かな。他にも挙げるとしたら、覇気っすね。元気であることっていうのはシンプルにすごい重要で、生き生きしてること、雰囲気とかで生まれてくるもの、挨拶の声とか、こういうのはリーダーが一番体現してないといけないかな。すごいみんなが意識してくれてるっていうところ。逆に言えば情報の鮮度、明らかに本社の方が高いわけで、僕らが勝てるポイントってそこしかないっていう。なんでそこに逆に注力していったのが、結果でも強い組織になんかなってきてんちゃうかなっていうのは胸張って言えるかなと思ってますね。なるほど、はい。移転が決まったのはどういった経緯だったんですか？はい、まあ事業拡大っていうところが一番大きなポイントになります。ありがたいことに東日本エリアのお客様の対応っていうのを全部させていただいてるんですけど、そこがどん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 広がってきているので、それに伴って人員の増加、あとは今までは僕ら営業部隊だけで行ってたんですよ。でもそこにクリエイター部隊が入ってきて、東京支社として完全に業務完結できる体制作りを見越して移転っていうのが決まったので、そういう経緯かなと。この間
間学校イベントも参加してたと思うんですけど、きっかけは営業インターンシップ参加してくれる子が法政大学の、まあ、ゼミに講演してくれないかっていう相談でした。で、学生が会いたい人を連れてきてその日の講師にするっていう結構変わったゼミのぜひやらしてっていう話で、やった内容としてはマイビジョンマップを作るっていうワークで、僕らの会社で体現してるビジョンマップ、それにのっとった個人でじゃあどうなりたいのっていうのを作ってるんですけど、簡単に言うとどんな人生を送りたいの最終的に、そのためにはじゃあ3年後どうなってないといけない、今年はそのために何しないといけないっていうのを定量と定性のこの二軸に切り分けながら考えてもらうワークなんですけど、やってみて思ったのはなかなかそこを考えてる人ってやっぱ少なかったですね。夢があるとかビジョンがあるって思っててもいざ言語化すると思ってるよりアウトプットとしてできなかったりするので、学生さんがガーって書いてくれてる姿見て、全ての人にめっちゃ大事なことやなって改めて気づかさせてもらった回やったですね。メンバーだった時と東京社長で何か変化ってありましたか？運営者的視点としてはビジョンに共感してくれる仲間がやっぱ欲しいし、そいつが成果上げた時の喜びって自分のことの何倍も嬉しいから、仲間集めに貪欲になっちゃうっていうのが単純にあるかな、うん、学生さんの今のリアルな動向とかどういう風に考えてやっててっていうのが興味湧いた。むちゃくちゃエネルギーあるんで、うん、若いっていう言葉の奥深さ、うん、マジですげえなってめっちゃ思ってて俺も負けてられへんなっていう自分のためにも、うん、はい、あの学生さんとの交流はすごい好きです。じゃあ最後に社長、はい、社長を含めてトップから見た時に何かメンバーに求めることとかなるほどありますか？いろんな幅はあって大小たくさんあるんですよ。一言でまとめると、もうとにかくワクワクして仕事してほしいっていうのがもうそれだけですね。楽しんでたらなんとかなるんで、楽しむは受け身じゃ絶対楽しめないんで、こうなりたいっていうものをまずやっぱ持つって結構大事かなと。本人がやりたいことと会社がやりたいことがクロスしてるっていう仲間しかうちは来てないと思ってるので、自分がやりたいことに貪欲であれば会社の成長に絶対つながるので、惜しげもなくでかい声で叫び続けれたらいいのかなとは思うんですけどね。あとはスピード感ですよね。ベンチャーの中でも東京社ってより小規模なので、スピード感を持ってやることによって1年でできることが10あるとしたら倍の速度でやったら20にできるんで、この差はでかいかな。今このフェーズだからこそ量とスピードを大事にして、目的はってなるとワクワクして楽しむため、そんな感覚です。なるほど、ありがとうございました。ありがとうございました東京支社出してちょうど1年ぐらいが経ったので、出した時の様子だったりとか、うん、移転が決まった経緯ってところを聞いたんですけど、うん、東京支社になんで出そうと思ったんですか？もともとね、大阪本社で東京に出す予定とかも全然なかったんやけれども、ある日たまたま東京支社長の福成の方から話ありますと、実は東京行きたいと、立ち上げやらせてもらえないかっていう相談があって、これ俺の持論なんやけど、やりたいっていうやつにやらせるのが一番会社のパフォーマンスが高い状態保てるなっていうふうに思ってるんで、じゃあやろうかっていう提案があってから、はい、どれぐらいの期間で最終決定したんですか？ほぼその場、迷うとこがなかったけどね、はい、すごいポジティブな話だったんで、はい、福成自身が伸びるだろうなというふうにものすごく思って、入社して4年目の時やったんやけど、すごく成果も上げていて、さらなる成長の起爆剤として自分がこれまでやったことがないことにチャレンジする、その中で新しい新顧客を開拓したりとか、人材を自分で採用したりとか、オフィスを自分で見つけてきたりみたいな経験自体がさらに伸ばしてくれるだろうなっていうふうに思ったんで、迷うとこはなかったよね。なるほど。東京進出してみて最初どうでしたか？初動から良かったもんね、うん、去年の4月に東京支社を立ち上げて、この1年ちょっとぐらいの間10人規模になってるわけよ。で考えると、もちろん福成の力もそうだし、東京のマーケットの大きさっていうのもそうだし、初動から良かったよね、うん、移転しようって決まったのはどういったきっかけがあったんですか？最初はコワーキングスペースの一角を借りて、これ様子見ができるわけやん、はい、で手応えがあったんで、単独オフィスを構えると自分たちの好きな形で組み立てができる、でそれをすることによっての社員のエンゲージメントの強化だったりとかにもつながっていくしっていうところがあるんで、このタイミングで借りてもいいよねってなって事務所を借りたっていう経緯がある。
三関さんが東京出張に行く頻度も増えた印象なんですけど、うんうん、俺多分ね一番飲んでる社員が福成だと思うよね。なるほど。で東京行ってからの方が飲む回数が増えた、うん、企業経営をやってて拠点展開をしていくと拠点ごとの色って出てくると思うよね、うん、色を出していいよ全然、うん、ただこれがずれた色になっていくと、うん、統制が効かなかったりとか変な対立構造が生まれちゃったりとか出来上がったりするんだけど、うん、俺と福成が同じビジョンをしっかりと握れていればずれないってことだよ、うん、東京の売上数字とか事業計画とかはもう福成に任せてるんで、はい、あんま細かくは見てない、うん、最後に今後の二関さんの狙いってあります？東京が成長してくれて大阪を脅かしてほしいなっていうふうに思っていて、ライバルがいるってさすごいやっぱ伸びると思うよね、うん、大阪自体にいいプレッシャーを与えてくれるとこう切磋琢磨してお互いこう伸びていけるんじゃないかなと思うし、うん、あとは採用面かな期待してるところで言うと、うん、東京にはいい人材が集まる傾向にあるんで東京支社があるっていうことで採用がしやすくなる、うん、あとは、東京にいるからこそ出会える出会い面白い会社もそうだし面白い経営者もそうだしっていうやっぱ一番市場がでかい東京で出会えるっていうところを広げるためにいろんな人と会いたいなっていうのはありがとうございます